はい、どうも、ふめいだよです。今回ですけど、三重締め切りのスキーデベス3を使ってみたという動画になります。こちらのツムなんですけど、現在ピックアップガチャでラインナップされております。よろしければね、皆さん使ってみてください。で、スキルとしては、ですね、縦や斜めに、消しますよといった感じですね。4回目かな ?4 回目のスキル発動時に4の倍数ですね。消去数がめちゃくちゃアップします。はい。で、それがね、スキルレベル3だとどれぐらい消せるのかっていうのをね、ちょっとね、見ていきたいと思います。今回のガチャでね、スキルレベル3まで上がったんでね、ちょっと見ていきたいと思います。じゃあ、54とコインを使っていきましょう。よっしゃ、やるぞ。スタート。どれはみんなのために、そう、これボイス付きなんですよね。あの出た当初に獲得した方は、今回のピックアップガチャにラインナップされているのはね、あのボイス付きではないので、まあ、ちょっとその辺はちょっと残念かもしれないですね。初めて手に入れる方は、これがねすごい消去増えるんですよ。33消去、スキレベ3で33消去なんと。多分ね、実際はね、もうちょっといく。ボムとかがなければもっといくはず。いいっすね。一人はみんなのために。いいっしょ、ボイス付き。さあ、これで36消去、まさかの。36消去いくんか、スキレベ3でも。さあ、36以上出してみたいところですが、どうだ。おお、36ですね。36が安定して出るんかな。もしかしたらね、ジャイロ使えばもうちょっと稼げるかもしれないですね、これ。斜め消しもあるんで、ジャイロ付きでやった方が消せるかもね。ちょっとチャレンジしたことないんで、何もちょっと革新的なことは言えないんですけどね。ちょっとやってみましょうか、今度。はい。ということでね、まあ、どんどんスキルを発動していってるんですけれども。OK。36消去。やっぱ36消去が安定かな？いいですね。はい。といった感じで、コインがね、2460コインと。で、スコアが540万ぐらいといった感じの、プレイになりました。はい。まあ、スキルマンになれば、もっと消去数が増えるはずです。なので、まあ、コインキャスギとかは結構使えるんじゃないかなと思います。で、スキルがね、うまく回れば、もっともっと、回転が上がって、スキレンが、で、その 4の倍数の時の消去が何回も数が増えていくんで、まあ、その辺でね、スコアも、コインも伸びていくんじゃないかなと思います。はい。といったところで、まあ、よかったら皆さん使ってみてください。スキレベ3でね、36消去もできてしまうんでね、はい、なかなか強いツムなんじゃないでしょうか。はい。ということでね、今回はね、これで動画を終わらさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。